調布国際音楽祭についてエグゼクティブプロデューサーの鈴木雅人さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ皆さん、調布で音楽祭が行われているということをご存知でしたでしょうか。この調布音楽祭、今年で何回目になるんですか。はい、今年で5回目を迎えまして、今までは調布音楽祭という名前だったんですけれども、国際の2文字がつきまして、調布国際音楽祭というふうに改名されました。あ、何が国際的になったんでしょうか。はい、最初の年から非常に国際的なアーティストが調布に集まって、演奏会をしてくれていたんですけれども、今年は会期も1週間に延びまして、でますますですね、もう世界中から調布に音楽を聴きに来てほしいと、でまた、調布が本当に世界に誇れる音楽祭にしていこうという、思いを込めて、調布国際音楽祭というふうになりまして、マークも新しく、できました。どういった内容の音楽祭になっているんでしょうか。はい、この調布国際音楽祭はですね、クラシック音楽を中心としてさまざまな内容の演奏会が、無料で聴けるものもたくさんありますし、また、チケットを買って、コンサートホールでゆったりと聴いていただく、いくつもの演奏会をご用意しています。具体的にはどういったものがあるんですか。はい、特に私がお勧めしたいのはですね、国際的に大活躍されています日本人ピアニストであります小菅悠さんが、調布にいらっしゃいまして、しかも、4人のですね、管楽器のスペシャリスト、オーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴットという4つの楽器と一緒に、ベートーベンが残した素晴らしい作品を演奏してくださるんです。でこの小菅悠さんなんですけれども、ベートーベンの演奏に本当にこう熱心に取り組んでいらっしゃいまして、そのことが評価されて、先日も、名誉あるサントリー音楽賞という、ものすごい賞を受賞されたり、小澤征爾さんと共演されたりですね、本当に大活躍されているピアニストで、この内容の、演奏が聴けるのはこの調布国際音楽祭のみということになっていますので。そうなんですね。東京都内ではですね、それからですね、昨年から、この音楽祭ではフェスティバルオーケストラっていう、まさに略してフェスオケって言ってるんですけども、フェスオケが誕生しました。こちらのチラシですね。はい、でこのフェスオケは、20代を中心として、若い人は中学生ぐらいの、プレイヤーからですね、たくさんの、プレイヤーがオーディションで集められまして、この音楽祭期間中に、巨匠の指揮者と、熱心なリハーサルを繰り広げて、その成果をお客さんに発表するという、本当に、熱いプロジェクトなんですね。さらには音楽祭の、最終日に、なりますと、こういった楽しい演奏会もあります。これはフェスタっていう名前、フェスティバルのフェスタですね。動物の謝肉祭という名前なんですけれども、これは、サンサンスという人が書いた、いろんな動物が登場する楽しい曲をみんなで演奏するものなんですね。なるほど。有名な曲ですとチェロの独奏で、白鳥というメロディー、もしかしたら皆さんご存知かもしれません。そのために、日本を代表する、素晴らしい演奏家に集まってもらいまして、楽しいガラコンサートになっています。鈴木さんはちなみにどういった楽曲を弾かれるんですか。はい、私はですね、このサンサンスの動物の謝肉祭の他に、サティのジムノペディという有名なピアノ曲があるんですけれども、それを演奏いたします。で、この演奏会とそれから先ほどのフェスオケは、特にアンダー22歳、つまり22歳以下の方は、半額で聴けるということで、とてもチケット代もお安くなってますので、ぜひ見てみてください。ぜひご家族でも聴いていただきたいですね。そうですね、本当にその方がね、音楽祭、ミュージックカフェといって、お弁当を持ってきて楽しめる場所もありますので、本当に家族連れ、お子さん連れで楽しめると思います。そしてフィナーレですね。フィナーレは、調布を代表する、まさに調布から、世界で活躍していますオーケストラ、バッハコレギウムジャパンが、登場しまして、今年は、なんとですね、モーツァルトの交響曲40番そして41番というもう一番有名どころをね、いきなりやっちゃうんですよね。でそれも2曲、それからバイオリンコンチェルトの、また有名な曲を寺門亮さんという、東邦学園の特任教授の先生が、モーツァルト時代の楽器を使って演奏するという、これもですね、調布オリジナルで、調布国際音楽祭ではもう本当に独自性を
追求している、他にはない音楽祭にしたいと思って、まあ、スタッフ一同本当に頑張ってますので、ぜひフィナーレ公演も見逃しなく来ていただければと思います、はい、本当にこう国際的な感じと、はい、まあ、中学生とか若い力も参加するような、そうなんです、本当にいろんなものが融合している音楽祭なんですね、はい、で本当に私が思っているのはもうあの演奏家だけが作る音楽祭ではなくて、お客様とまたスタッフ、市民のボランティアもたくさん参加してくださってるんですけれども、本当にみんなで作る音楽祭ということで、まあ、音楽好きの方はもちろん、来ていただきたいですし、音楽が好きでない方もですね、きっとお友達には音楽が好きな方が一人はいらっしゃると思うので、まあ、その方にぜひお勧めしていただければというふうに思います。では最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、まあ、身近に、いつも音楽があると思うんですけれども、6月11日から18日の期間はですね、特に調布の中で音楽を楽しめるということで、ぜひ、皆さんでご参加いただければと思います。調布国際音楽祭についてエグゼクティブプロデューサーの鈴木雅人さんにお話を伺いました。ありがとうございました。